約で、ブログのおすすめとかを聞かれたんですね。あと、まあ、節約でネイルをやめるとか、あと、まあ、この辺は聞かれてるんですけども、まあ、ネイルやめるとかもいいんですけれども、節約、まあ、要は投資に回したいってことですよね、お金を。これはですね、固定費を見直すことを始められた方がいいですね。とにかく、家賃とか、光熱費とか、そういった固定費が大きかったりするので、そっちを見直す方が早いですね。あとは、まあ、携帯のスマホの、まあ、月額ですね。そういったところを見直すといいかなと思います。楽天ポイントの即日付与とかですね、あと現金の併用とか、その辺も聞かれてるんですけども、まあ、いずれにしてもですね、ポイントっていうのはまあおまけ程度で、まあ、長期投資にですね、きちんと回せる、ネットで稼いで、長期投資にどんどん回すっていうことをやっていかれた方がいいと思います。まあ、そのために節約っていうのも大事なんですけども、さっき言ったようにですね、固定費、っていうのを見直すのがおすすめです。プレゼント、まあ、楽天ポイントについて聞かれてるんですよね。プレゼント友達に